ス・ジェリコは、カナダのプロレスラー、ミュージシャン、俳優。本名、クリストファー・キース・アーバイン。マニトバ州ウィニペグ出身。プロレスラーとしては、かつて、FMW、ウォー、新日本プロレスに来日、イカップリング・ウィズ、WCW、WWE に所属していた。ニューヨーク州、マンハセット生まれ、カナダウィニペグ育ち。 父は元 NHL の選手。ニックネームは Y2K 問題にかけた Y2J。リングネームはメキシコ時代のコラソン・デレオン、レオン・デオ・ロ、ライオンハート、新日本プロレス、東京ドーム大会でのスーパーライガーなど。自称、世界の王、世界一のレスラー、派手派手の王、ロックンローラーの競争。1999年に、 WWF 入団し、芝叩く間に、スター選手となり、途中離脱などを挟みつつも2017年までは、WWE に所属していた。2018年からは、若手時代に参戦していた新日本プロレスに、散発的に登場している。2019年には、コーディ、ケニー・オメガラが率いるアメリカの新団体、へと契約したと発表されたが、 新日本プロレスにも不定期に登場しており、日米双方の団体に参戦している形となった。2019年現在、WWE からは、元所属選手として扱われている。WWE にて、トップレスラーの一人として活躍したことが有名で、あるが、若手時代は、金髪と、女性受けのいい甘いマスクのせいで、パッとしない、ベビーフェイスに甘んじることが多かった。 しかしながらメキシコなどで学び軽量級の王座をいくつも獲得した空中殺法に加え日本流のファイトスタイルそして伝統的なアメリカンプロレスの小悪党的なヒール像を融合させることでヒール、ベビーフェイスに左右されない独自のスタイルを築いていったこれを確立したことが結果的にジェリコを WWE の頂点へと押し上げた 原動力ともなっている。シングルもタッグも器用にこなすだけではなく、ラダーマッチ、ケージマッチ、TLC、エリミネーションチェンバーマッチ、自らが考案した、マネーインザ・バンク、ラダーマッチなどのハードコアマッチも得意とし、また豊富なスタミナと技の引き出しの多さから、バトルロイヤル等の長期戦でも盛り上げや見せ場を作るのに非常に長けており、WWE では、 ストーリーラインに欠かせない存在として活躍した。またプロレスラーと並行してヘビーメタルバンドファージーのボーカルを務め2017年までにアルバムを7枚リリースしている。3枚目のアルバム発表時まではファージーではムーン・グース・マック・イーンを名乗っていた。2005年以降 WWE を離脱しファージーでの活動に専念 数ヶ月数年後また WWE に復帰するというサイクルで活動し、WWE への復帰は毎回大きなサプライズとなった。2018年の新日本プロレス登場以降は入場曲にファージーの楽曲を使用している。他にも2010年6月から7月までクイズ番組ダウンフォールの司会を務めるなどエンターテイナーとして活動の幅を広げている。 若手の頃は日本を主戦場としていたこともあり、週刊ゴングを愛読していて、流暢な日本語を話すことやカタカナの読み書きができるなど新日課であり、WWE の日本公演時は大抵の場合出場し、記者会見にも応じている。なお、2010年8月現在、実に42回来日している。来日するたびに、 海外だけではなく日本のヘビーメタルバンドの CD を買いあさることでも有名。特に好きなバンドは、ラウドネスと X ジャパンで、カナダの X ジャパン大使を自称するほどである。過去に、クリス・ジェリーコ名義でバーンのインタビューも受けたことがある。カナダのインディー団体で、ランス・ストームとの試合でデビューする。1990年に、アメリカのスモーキー・マウンテン・レスリングに参戦するが、 すぐに、団体自体が経営に行き詰まったため、ジェリコも、団体を離れメキシコ、ドイツなどで修行する。1991年には、下積みを共にした名ーストームとのタッグチーム、サドンインパクトで FMW に初来日。この時、デビューして間もないミスター、ガンノスケや、まだ素顔だったハヤブサとも対戦している。その後はメキシコで、レオンデオロや、 コラソンデレオンの名で、ティーンエイジのアイドルレスラーとなり大活躍するが、1993年には、ウォーに、レギュラー参戦し、リングネームを一時的に、ライオンミチと改める。1995年には、邪道、下道と共に、消化器三連射の伝説を築き、また6月には下道を破って、ウォージュニアヘビーのタイトルを奪取するなど、 名実ともに、ウォーの名物外国人となった。1996年に、アメリカに戻り、イカップリングウィズを経て WCW に入団。エディ・ゲレロ、レイ・ミステリオ、クリス・ベノワ、ウルティモ・ドラゴンラーと、WCW ・クルーザー・級王座を争い、通算4度獲得した。ヌオを筆頭に、ヒールが人気を博す WCW において、その流れに反する無名のベビーとして、 しばらく活動していたが、軟弱系のエゴイストとして、ヒールターンし、パフォーマーとしての才能を発揮する。音楽ネタを用いて、対戦相手をからかったり、当時無敵の超人ギミックであり WCW の、看板レスラーであったビル・ゴールドバーグを、グリーンバーグ呼ばわりするなど、コミカルなヒールを演じ人気を博した。この時期、WCW と提携関係にあった。 新日本プロレスにも遠征し、1997年には1試合限定で、スーパーライガーとして参戦したほか、翌年には、エディトのコインビで、IWGP ジュニアタッグ王座の初挑戦者も、務めている。当日になって急に変更されるヌオメンバー中心の、マッチメイクや、ヌオの乱入決着ばかりの乱雑した、番組構成。 ヘビー級市場主義である団体の方針に見切りをつけ、1999年に WWF に入団。入団の際、あまり積極的にいた団体のレスラーをリサーチしない、ビンツマクマホンに、今まで、どこにいたんだと言われたという。WWF では、WCW 時代のスタイルを踏襲する形で、 軟弱系ヒールとして売り出され、いきなり同団体のトップスーパースター、ザ・ロックとの交想が組まれる、破格の大群を受ける。ここでジェリコは潜在していたヒールとしての才能を爆発させ、人気を獲得し、次々と WWE の主要タイトルを獲得していく。一致して2001年10月に、ロックを破り WCW ヘビー級王座を奪取。 その後一度は奪い返されるものの、12月の、ベンゼンスにてロックを破り、WCW ヘビー級王座を、奪還。さらに同日、ロックと並ぶ存在であった、ストーンコールドスティーブ・オスチンをも破り、WWF ヘビー級王座を獲得。史上初の WWE&WCW 統一世界王者となり、名実ともに、業界のトップへと上り詰めた。それ以降、 一世にして、オースチンとロックを倒した男、初の統一王者というのが、ジェリコの形容詞の一つとなった。2002年のレッスルマニア X8 では、入団3年足らずで、メインイベントに出場するという快挙を成し遂げた。そこで、統一王座からは転落するもトップヒールのポジションは、確保し、翌年のレッスルマニアスでは、 若手時代からの憧れだったというショーン・マイケルズと対戦、自らもベストバウトと述べるほどの名勝負を繰り広げた。2003年から自身のトークコーナー、ハイライトリールを持つ。ほとんどの場合、招いたゲストを得意の話術で操り続け、笑い者にしてしまうものであり、監修のリアクションも良好だった。 また同年秋から半年以上続いたトリッシュ・ストラタス、クリスチャンとの古典的な恋愛劇も話題となった。二人との交渉が終了した2004年夏からは、バティスタ、シェルトン・ベンジャミンといった若手のレスラーたちと交渉し、彼らの地位向上に貢献する。2005年中頃にヒールターンし、8月のサマースラムで、ジョン・シナと WWE 王座戦を行った。 総評ともバンド活動を行っていることから、対戦を盛り上げるために、RAW において、バンド対決も行われた。しかし、ジェリッコは、音楽、俳優活動に注力するため、サマースラムで、シナに敗れ、その翌日に、エリック・ビショフに、敗者解雇戦を条件に再戦を直訴そして、認めてもらうがその試合にも敗退し、ビショフから、 解雇通告を受けるという設定でしばらくリングから離れる。2007年には親友であるクリス・ベノアが死去した際、ゲストとしてラリーキングライブや他の主要ニュース番組に出演する。また10月25日には自伝を発売、宣伝のため精力的にインタビューなどのメディア出演をこなしていた。また、同じ頃に、 11月19日という日付が示唆された映画マトリックス風の黒字に白い文字が現れる意味不明な映像が WWE の TV 放送で流され始めた11月18日のサバイバーシリーズで明日何かが起こるという映像が流れ翌日の RAW でベビーフェイスとして電撃復帰を果たした12月16日のアルマゲドンでランディオートンと WWE 王座戦を行うが、JBL の乱入に合い構想がスタートする。ロイヤルランブルにて JBL と対戦し、反則負けを喫した。ノーウェイアウト後の3月10日の RAW にて、自身8回目となる IC 王座を奪取する。その後、バッティスタ、ショーン・マイケルズのベビー3人で、リック・フレアの引退などをめぐって構想を始める。 その後の RAW で開かれたハイライトリールにゲストとして招いたマイケルズに対し当初は普通に話を続けたが徐々に態度を変えて襲撃しスクリーンに顔を叩きつけて目を負傷させ本格的にヒールターンしたロングタイツの着用を止めたのもこの時期であるまた IC 王座はドラフトで移籍してきたコフヒキングストンに奪われた マイケルズとの交想は続き、アンフォーギベンでの非公式シングルマッチで敗北。しかし、同 PPV の世界ヘビー級王座戦に、CM パンクの代理で出場し、勝利、新王者となった。PPV サイバーサンデーではバティスタに王座を奪われるも、8日後の800回記念放送の RAW での金網戦で勝利し、再び王座奪還。 しかしサバイバーシリーズでシナに王座を奪われ、アルマゲドンでの再戦でも敗れる。年末にはスラミー賞のスーパースターオブザイヤーを受賞するが、それを鼻にかけて白装ジム・ドゥガンとの対戦を拒否するなどの傲慢が姿を見せるようになる。2009年に入っても、その傲慢な態度は変わらなかったため、GM のステファニーから解雇を言い渡されるが、 翌週復帰したビンスマクマホン会長の勧告により、ステファニーやファンへ屈辱的な謝罪をさせられ復帰。その後は前年公開となった映画、レスラー主演のミッキー・ロークを批判に橋を発し、レジェンド軍と構造。4月のレッスルマニア XXV では、スティムボート、スヌーカ、パイパーと1対3のハンディキャップマッチを行い勝利。試合後、 会場にいたロークを挑発。挑発に乗ったロークはリングに上がり、ジェリコをパンチで越した。レッスルマニア後のドラフトでスマックダウンに移籍する。6月7日のエクストリームルールズでレイミステリオを下し、自身の持つ最多記録を更新する9回目の IC 王座をダッシュする。6月28日のザ・バッシュでミステリオに破れ王座を失うが、 同 PPV で行われ、スマックダウン GM のセオドアロングにより、トリプルスレッド形式となった統一タッグ王座戦に、エッジと参戦、勝利始発の統一タッグ王者となった。しかし、7月にまたもエッジが、不傷離脱したためビッグショーを新たなパートナーに迎え、7月26日の、ナイトオブチャンピオンズでのタッグ王座戦で王座を防衛。その後、PPV ごとに、 様々なタッグチームと王座を巡り争い、その度に防衛していたが12月に行われた TLC-PPV での TLC 戦で d ィジェネレーション X にぶれ王座を失う。ビッグ、ショートのタッグを解消したジェリコはロイヤルランブルのランブル戦に参戦するも、長期離脱からの電撃復帰を果たしたエッジによって敗退させられる。 しかし続く、エリミネーションチェンバー PPV のエリミネーションチェンバー、マッチ方式での世界ヘビー級王座戦において、ショーン・マイケルズの乱入の漁夫の利を得る形で王者の字、アンダーテイカーを破り、通算 3, 3度目の世界ヘビー級王座を奪取した。 直後の RAW において、先のロイヤルランブルで優勝し、レッスルマニアでの王座挑戦権を獲得していた、エッジがジェリコへの挑戦を表明し、レッスルマニア XB で対戦し王座防衛を果たす。しかし翌週のスマックダウンにおいて、リング上でエッジからスピアを受けた直後、ジャックスワガーにマネー権を行使され、敗北、王座から陥落した。 2月から開始した新番組 NXT の第1期ではウェイド・バレットを指導するプロとして登場し積極的なプロデュースでバレットを優勝に導いた4月26日の RAW で行われたドラフトで RAW への移籍が決定するサマースラムではシナ、エッジ、ブレッドハートなどと WWE 軍としてネクサスと戦いチームは勝利する 8月20日21日に、両国国技館で行われた、RAW サマースラムツアーに出場し20日に、吉津とのシングルマッチ、21日にシェーマスと組んで吉、吉津ジョニシナ組との試合を行ったほか、21日に、渋谷 J ポップカフェ渋谷にてファージーのクリス・ジェリコとして、サイン会を行った。9月27日の RAW を最後にファージーの、 ライブツアーを行うため、オートンから、パントキックを暗い長期離脱するというアングルで、欠場に入った。WWE との両立も目指していたが、契約問題が難航し、結果契約を更新せずに退団した。ヘビメタルバンド、ファージーのボーカルとして歌うジェリコ。2011年は主にファージーのボーカルとして、活動していた。ファージーのボーカルとして活躍中に、 ジェリコがツイッターにて WWE に戻る気はない、レスリングに関する質問は答えないなどと引退を示唆するを発言をしたが、2011年終盤より番組内でジェリコ復帰をほのめかすような映像が流れ、結果的に2012年1月2日の RAW スーパーショー収録で復帰。以来、大歓声で迎えられるようになり、月日がある。 程度経過した後の RAW では、あまりの Y2J コールにジェリコは初めて観客の前で号泣した。リング上では、WWE 王座獲得を狙うため、CM パンクと構想を開始し、ヒールとして活動を再開する。しかし後にファージーのツアーが控えていたため、王座は獲得せず、再び離脱することに。ツアー終了後は、 WWE 復帰ラオー舞台で勝ち星を上げられていないことをバカにしたドルフジグラーとの抗争を開始しベビーターンサマースラム直前のハイライトリールにおいて自身の投資に再度火をつけるとして Y2J の復活を宣言したサマースラムではジグラーをシングル戦で破り レッスルマニア26以来初めてとなる大舞台での勝利を飾った。また時同じくして、ファージーのツアーが控えていたこともあり、一時離脱として、翌週の RAW では、ジグラーとマネーの権利と対談をかけてのシングル戦に、敗れ対談という扱いになっている。1月のロイヤルランブルで、電撃復帰。2番手として、1番手のジグラーと共に長く戦ったが、最後は、 ジグラーに落とされた。その後、エリミネーションチェンバーマッチでの世界ヘビー級、王座挑戦者決定戦や、RAW で行われた水やバレットとの IC、王座戦では、勝利を逃している。4月のレッスルマニア29では、ファン団子ンと対戦したが丸め込まれ破れたが、その後のエクストリームルールズ PPV では勝利した。その後は、ライバックや、 カーティス・アクセルなどと戦ったが、7月のアクセル戦を、最後に、ショーに登場しなくなり、公式サイトでも対談をほのめかすツイートをしたことが、発表した。6月30日の RAW にて、欠場から復帰したザ・ミズのマイクパフォーマンス中に、自らもサプライズ復帰。一方的に喋り続けるミズに、無言で、コードブレーカーを見舞った後、 マイクを持ち警戒に喋り出したが、次の瞬間場内が安定し、ワイアットファミリーが現れ袋叩きにされたことで、ワイアットたちとの交想を開始。また、トリプル H たちの派閥、オーソリティに対しても対抗する素振りを見せ、ベビーフェイス側にポジションを取る。バトルグラウンド PPV にて、ブレイ・ワイアットに勝利したが続く、サマースラム、9月8日の RAW での、 刑事マッチにていずれも敗北し、構想終了。さらにバックステージで、ランディ・オートンに襲撃を受けた。そして、ナイトオブチャンピオンズにてオートンと対決したが敗れ、欠場に入る。その後は11月14日のスマックダウンでのハイライトリールで、オーソリティと対峙したり、12月15日の RAW には、 ゲスト GM として番組に登場したりと、スポット出演中心となった。7月3日、4日に、両国国技館で行われた日本公演に登場。初日は、フィンベーラーと対決し、敗退、2日目は、ネビルと対決し勝利した。9月20日、ナイト・オブ・チャンピオンズ2015にて、ワイアット・ファミリーと交想中であったロマン・レインズ ディーン・アンブローズのミステリアスパートナーとして、電撃登場を果たす。しかし、試合では清いすぎたせいもあってか、積極的に、タッチを行いブラウン・ストローマンに立ち向かうが、リフティング・アーム・トライアングル・チョークを極められ敗戦した。2016年からは、ヒールターンし、WWE になり物入りで移籍してきた、アージ・スタイルズと構想。レッスルマニア32などでは、 勝利したが、その翌日の RAW で行われた、WWE 世界ヘビー級王座の挑戦者、決定戦では、敗れ、抗争が終了した。また、その後に行われたディーン・アンブローズとの抗争でも、負けが込んでしまう。しかしその後、ケビン・オーエンズとの友情アングルが始まり、久しぶりに存在感を発揮。気に入らない人物などを、 マヌケ野郎ともなどと罵倒しつつメモしていくリスト・オブ・ジェリコが人気を博し彼の定番のパフォーマンスに加わった2017年1月9日の RAW にて WWEUS 王座を保持するロマン・レインズにパートナーであるオーエンズと組んでハンディキャップマッチで挑戦入場時にレインズより刑事に閉じ込められるがオーエンズに助けられると一方的にレインズを攻撃 中盤になると、レインズの構成になるが最後は、オーエンズのアシストから、コードブレーカーへとつなげて勝利。ベルトをダッシュした。しかし2月13日の RAW において、突如オーエンズが裏切ったため、ベビーターンし、US オーダーをめぐって、構想を開始。4月2日のレッスルマニア33では、敗れて、オーダーを明け渡すも、4週間後のペイバックでは、 終盤にウォールズ・オブ・ジェリコを必要に決めた結果、タップを奪い勝利して、ベルトをダッシュ。文字通り、仕返しを果たした。その後は、ファージーの新アルバム作成のためリングを離れる。11月5日、新日本プロレス、大阪大会セミファイナルで、IWGPUS ヘビー級王座を防衛した、ケニー・オメガに、VTR を通じて、自身を、 プロレス界のアルファーと名乗り US 王座挑戦を表明。挑戦表明以前にツイッターで新日本参戦を示唆していたが、これが叶う形となった。ケニーとは前哨戦を行わず、翌年1月4日の東京ドームで一発勝負を行う形ではあったが、12月11日の福岡国際センター大会において、突如現れ試合を終えたケニーを襲撃。 コードブレーカーやベルトでのオーダーで、ケニーを流血させた。2018年1月4日、レッスルキングダム12イン、東京ドームでケニーと IWGPUS ヘビー級王座をかけて戦い、30分を超える激闘に敗れた。翌日の後楽園、ホール大会にて、内藤哲也を襲撃。5月4日、新日本プロレス。 福岡大会にて、ロス・インゴ・ベルナブレスでハポンのファンに踏みし、試合後の内藤を再度襲撃し、彼の持つ IWGP、インターコンチネンタル王座への挑戦を表明。そして6月9日の新日本プロレス大阪城、ホール大会にて内藤との王座戦では、コードブレーカーを決めて勝利し、王座ダッシュに成功した。10月8日、両国国技館大会にて、 入場中のエビルを襲撃しこ11月3日にはそのエビルと、インターコンチネンタル王座戦を行い、ウォールズ・オブ・ジェリコで勝利を収め、初防衛に成功した。またこの年をもって、正式に WWE を退団している。2019年1月4日、レッスル・キングダム13イン、東京ドームにて、 内藤哲也を相手に防衛戦を行ったが敗北し、IWGP インターコンチネンタル王座から、陥落した。1月8日、新団体への立ち上げ会見に登場し参戦が、発表された。5月4日、新日本プロレス、福岡大会にて、IWGP ヘビー級王座防衛に成功した、岡田和地下に、VTR で、挑戦表明し、大阪城。 オール大会での王座戦が決定した。この際、岡田のレインメーカーに対抗し、ペインメーカーを名乗り、以降新日本プロレスにおける、ジェリコのキャッチフレーズに用いられている。5月25日、絵の旗揚げ戦、ダブルオアナッシングに参戦しケニー・オメガとの再戦が実現。前年同様の激戦の末、新筆殺技、ジュダス・エフェクトを決めリベンジを果たした。 6月9日、新日本プロレス大阪城、ホール大会にて、岡田和地下の IWGP ヘビー級王座に、挑戦するも隙をつかれ丸め込みで破れる。不満から試合後岡田を襲撃し、さらに、岡田を解放した、棚橋博士を去り際に、バカ橋と呼ぶなど挑発した。なお、同年の G1 クライマックス参戦もほのめかしたが、 こちらは実現しなかった。8月25日、エオールアウトにて、アダム・ページと、初代エ世界王者決定戦を行い勝利、初代エ世界王者となる。10月2日、エのレギュラー放送、ダイナマイトがスタート、第1試合からいきなりエ副社長でもあるコーディの、試合に乱入し、襲撃、エセイ駅軍、エリートとの対立をほのめかす。同日のメインイベントでは、 エリートとのタッグ戦に参加、試合後の乱闘では乱入したジェイク・ヘイガーのアシストもあり、エリートを圧倒した。翌週のダイナマイトではエリートらに対抗し、自身がリーダーのヒール軍団、インナーサークルの結成を表明した。11月3日、新日本プロレス、大阪大会にて、試合後の棚橋博史に VTR で挑戦を表明。 その後翌年の1.5東京ドーム大会での対戦が決定した。2020年1月5日、レッスルキングダム14人、東京ドームにいて、棚橋博士を相手に対戦した。棚橋が勝利すれば、自身が保持する S 世界王座への挑戦権を与えることになっていたが、ウォール・オブ・ジェリコでタップアウトを奪った。その間に、ジョン・モクスリーをインナーサークルに勧誘。 1>, 1月8日のダイナマイトにて、レッスルキングダムの祝勝会を兼ねて、モクスリーを呼び出し、T シャツを渡す。受け取ったモクスリーは、T シャツを着て、加入したかに思えたが、直後にジェリコとサバラを襲撃。これを機に、モクスリーとの構想に入る。グループで、モクスリーをリンチするなど肉体面で追い詰めたが、S 世界王座戦にて高角度式パラダイムシフトを決められ。 3カウントを取られたことにより敗北。その後、ジェリートとの交想に入り、ダブルオア・ナッシングで、ジェリコを含む全員が、アメフトスタイルで挑んだが、敗北。その後のダイナマイトにて、反省会を行い、その際に、マイク・タイソンが、ダブルオア・ナッシングに登場したことで、かつてはめられたことに対するイラつきを告白。タイソンを呼び出し、 謝罪を要求したが、タイソンはこれを拒否。タイソンとの交渉に入る。5月4日、エノトニーカーン CEO のシニアアドバイザー就任が、明らかになる。コードブレイカーウォールズ・オブ、ジェリーコ・ライオン・サルト・クリス・ジェリコによる、ワンハンド・ブルドッグ。ランニング・エンズ・イギリ世界ヘビー級王座、IC 王座ベルトを腰に巻いて入場するクリス・ジェリコ、世界タッグ王座、WWE タッグ王座。 wwe タッグ統一王座。ありがとうございます。